宝台ループ線とは、鉄道省豊間線のカラフトモーカ郡清水村の宝台駅とモーカ町の池の炭営機関にあったループ線である。現在は、サハリン州ホルムス区間クチストボードの江村に所在する、ユジノサハリンス区、ホルムス区線の廃線区間で、ループ線の橋梁を指して、チョールタフモストと呼ばれている。戦前の宝台ループ線ループ線橋梁。後年、 保全のため再塗装などが行われているオホーツク海に面したカラフト東岸の豊原と日本海に面子流氷に閉ざされない港湾を持つ西岸の猛火を結ぶ豊か魔線の建設に伴い1928年9月3日に当時のカラフト町によって開通した区間である急旬な西カラフト山脈を越えるため難所を数多く抱えた路線で 山岳区間と猛火の間の勾配緩和のためにループ線が設けられた。本区間の最急勾配は22パーミルであった。1943年にカラフト町から鉄道省カラフト鉄道局に移管。1945年8月のソ連進行で本区間では猛火から豊原に進軍するソ連軍とそれを阻止する日本軍との間で激しい戦闘が繰り広げられて、 双方に多くの戦死者を出したことから、橋梁は戦後、魔の橋と呼ばれるようになった。翌1946年のソ連運輸通信省、南サハリン鉄道局への編入にあたり、池の単駅をニコライチ区クと解消するなど、複数の駅に当地で戦死したソ連兵士の名が付けられた。本区間は戦後もサハリン東岸と西岸を連絡する。 重要艦船有事のサハリンスク、ホルムスク船の一部として、早期に自動信号設備を導入するなど整備が続けられた。しかし16系液体式ディーゼル機関車の導入やワニのホルムスク鉄道連絡船修航に伴う客貨車車体の後期規格化に対し、20パーミルを超える急行バイク艦と数多くの狂気規格の水道や橋梁が存在する道線は、 島内貨物列車の最大重量引き上げの障害となることが見込まれたため、運輸通信省極東鉄道局は1971年、島内最強部のサハリン中部アルセンチェフカ、イリンスク間に東西連絡線を建設した。これ以降、ユジノサハリンスク、ホルムスク線は感染の地位を失った。ソ連崩壊後、 ソ連運輸通信省極東鉄道局サハリン支局の路線を承継したロシア運輸通信省サハリン鉄道局では民主化後の経済混乱に伴う経営環境の悪化に対処し鉄道事業を維持するため1993年に運営の効率化と大規模な経費削減施策の実施に着手した。翌1994年 老朽化に伴うトンネル施設損壊で、本区間を含むノボデレベンスカヤニコライチ区間が運行休止となり、総延長5087メートルに及ぶ12カ所の水道を修復しなければ再開通できないことが判明したため、同鉄道局は運行再開を断念。後1996年9月4日付で、船籍が抹消され正式に廃止された。 本区間を含む廃止区間は自然景観に恵まれ、ソ連時代はソ連で最も美しい鉄道と称された路線で、旧廃止後もホルムスク市を代表する観光名所として、ニコライ地区方面からループ線手前まで観光用の列車がたびたび運転され、橋梁の保全活動も行われてきた。さらにホルムスク市当局などにより、一帯を自然、技術保護区域とし、 ループ線周辺に残る日本時代の鉄道施設と自然環境を観光資源として活用する取り組みが2010年代から進められている。こうした動きを踏まえ、サハリン島内の鉄道高規化では2020年にホルムスクまでの高規化が決定され、2021年にかけて橋梁直下まで改めきされた。橋梁直下の終端には、 チョールタフモスト乗降場が新設され、同年以降の夏季運行では、観光客向けに一部列車で週末、休日の延長運転が行われている。ありがとうございます。